アルメニアプレミアリーグはアルメニアにおけるサッカーリーグのトップディビジョンである。1936年から1991年までのアルメニアリーグはソビエト連邦の中の地域トーナメントの一つとして存在した。現在の独立国家としてのリーグは1992年に始まった。シーズンは春秋春生が採用されている。 1995から96シーズンから2シーズンの間、秋春制に移行していたが、1997シーズンから春秋制へと戻った。2012から13シーズンは、2013から14シーズンからの秋春制移行に伴い2012年春に開幕を迎え、秋まで継続して行われ、13年春に閉幕する日程が組まれた。 8チームが参加しており、最下位チームが、カイリーグのアルメニアファーストリーグに降格する。優勝チームは、UEFA チャンピオンズリーグ予備予選、2位と3位チームは、UEFA ヨーロッパリーグ予備予選の出場権を獲得する。エレバン・ガンザサール・ロリシラク・エレバンのクラブ、アラシュケルト・アララト・アララト・アルメニア・アルツァフ・フバナンツ・ピュニク2018から19。 シーズン所属クラブの所在地、ありがとうございます。